昨日ロモくんが企画で作ったカレーの残りですね。今日これ残ってるんで、これ食っていきたいと思います。まあ、いつも適当になんか作るか、カップ麺で済ませるかっていう感じです。ご飯がカピカピになってますわ。どうも、雨の日でしたの佐藤です。そして、明日からうまっ完食。ご飯を食べてね、まあ、洗う日と洗わない日があるんですけど、まあ、今日はちょっとカメラの前だから洗ってきます。10分ぐらいで、よく鼻歌歌ってます。ちょっと今夜なんて歌わないですけど、こんな感じで髪適当に上に上げて乾かします。最高。いつもなんかちょっとこんな感じで軽くね、体をほぐしてやりました。パンツね、そうちょっといつもパンツをね用意しずに風呂に入っちゃうんで、ここで初めてパンツを履きます。そしたらね、今度いつも風呂を上がったら一番最初にこの楽天で売ってる、はい、そういうパックをします。いつも毎日これやってます。よし、OK、ちょっと洗濯も溜まってますね。洗濯の洗剤量でじゃあビッビッ、はい、資料外します。あ、肌の調子がいいですね。あ、塗り方とか特に適当ですね。この顎のこの辺とかも、じゃあおやすみ。感じで寝ます。だいたいいつも寝るのが12時半1時、2時までには少なくともいつも寝てると思います。たまに遅くなる時あるんですけど、はい、こんな感じで僕のナイトルーティーン、はい、以上です。そんな特別変わりはないと思うんですけど、ちょっとかっちょいい映像になってたかなと、思うんでね、ちょっとこれからちょっとこのかっちょいい系の映像にもどんどんチャレンジしていったら、いけたらいいなと思ってます。そんな感じです。まあ、ガワちゃんナイトルーティーンこれで終了。バイ。